どうした、響き。これ、これ新聞か。ニーニー、この記事。宗哲様、今に今すぐお越しください。どうした、八六。テレビです。宝生妃が出ています。いない。ポーレット氏は現職の市長であり、身体について一切の言及をされておりません。当行はお人よ鉄道祭の信用力に不安を感じておりませんが、この報道にあるご懸念は解消すべきかと考えます。このご懸念を解消するため、熊本銀行といたしましては、お人よ鉄道様に対する特別金利にての融資の準備を。うまかとね。うまいとは。僕には普通の会見に思えたが。中身よ、そうちゃん。うまかとは話の持って行きようば。うん。融資は受けたら選挙戦の手を縛られる言うんは前に坊ちゃんが言うとったでしょ。うん。ああ。そうね。この報道と会見で融資を受けても受けんでも坊ちゃんが追い込まれる構図作られてしまうだと。なるほど。鉄道祭の行く末に不安を持つ方たちは融資を受けない判断に対し反発を覚えるわけですね。いざという時は死が補填するに違いない。そう考えて鉄道祭を購入した人も少なくなかろうからな。そぎゃん人たちにとってはポーちゃんの姿勢が長く続くことが望ましかとね。が、もはやポーレットは限界だ。レームダックの姿勢を引き伸ばせばそれは停滞しか呼ばん。姿勢が停滞すれば経済が悪化し、経済の悪化は工場誘致歓迎の機運を高めるですか。まったく厄介な事態に陥ってしまったものですね。陥ったんと違うよ。陥らされた。そう不安ばかきたてよった熊本放送も熊本新報も熊本銀行が大株主やけん。絵に描いたようなマッチポンプというわけか。これが妃先輩の正々堂々。なあ、そうだな。確かに正々堂々の一つの形だ。僕にもそれは理解できる。でしょうね。妃先輩と兄さんってどこか似てるとこありますから。響の正々堂々とは違っているか。うん、違うけど妃先輩のが間違っているとも思わない。ならば何も迷うことはないな。私は私の正々堂々で戦って、その上で妃先輩に勝ってみせます。具体的にはどう戦う。枕姉が言うには選挙は人金風の三つで決まるだそうだが。なるほど。そこに立ち返ると宝生妃のこの一手、人を分断させる効果を狙っているように思えますね。その通りだな。ゆえに人か金か、そのどちらかで優位を築けねば、風を吹かし得たとしてなお僕らは負ける。一つだけなんですけど。
お金はともかく人に。結束に役立つかもしれないアイディアがあります。私、それをみんな、お人よ鉄道絡みのみんな、できるだけ多くに検討してほしいです。ならば、そのように手配しよう。僕はポーレットへと連絡を取る。ポータラ、うちは商店会名簿に載っとる関係者さんに連絡取っておくけんね。あの話でしたら、関連の資料を整理してあります。持っていきましょう。ありがとう、ニーニー、ネーネー、86、響き。支度ができ次第、すぐに動こう。僕らは後手を強いられてしまっているからな。ほんなら、市長さんの辞任報道は真っ向ということになりますか？報道内容の細部はともかく、私が辞任する意向であるということは本当です。ですので、この場にお集まりくださった皆様に、まずは私の力不足を心よりお詫び申し上げます。ですが、以降は鉄道業に全力を傾注することにより、お人よ鉄道を通じた観光振興を必ずや実現してまいります。いや、そんな努力目標はどうでもよくてな。一つ質問をよろしいでしょうか？もちろんです。赤い宮司、どうぞ。8620を観光復興の軸にという当初プランの実現には、現状分厚い壁が立ち塞がっていますよね。その通りです。その問題の解決案の提示、そして来たる市長選への備え、その2つが今日お集まりいただいた理由となります。客車の煙はどうなったと？なぎちゃん、あぎゃんと煙もくもくじゃ、観光だか炭鉱だかようわからんばい。ダメだよ、そんな本当のこと言っちゃって、ごめんなさい、です。そうですね、塩害を防止できずに8620による観光振興は達成しえません。その件については8620専用レイルロード86からご説明させていただきます。ご紹介に預かりました86です。客車の問題はもちろん我がことと感じています。レールロードにとって車両とは分身のようなものです。それだけに寿命に対し固定的な見方をしていました。固定的な見方とは？まるで一つの生き物として見るかのように、車両寿命を車両全体の寿命として見てしまっていた。レイナ、あれを。はいです。レイナ、キハイ07S 専用レールロードのレイナです。こんにちは。これは N ゲージって言います。モーターのついたシャーシと車体とでできてます。シャーシを台車プラス台枠と考えれば、これは実際の鉄道車両の構造と類似しています。キハ 07S は古くなって車内にお外の空気が入ってきちゃうようになりました。しかしシャーシは健在です。あと何万キロも走ることができるでしょう。かたやこの86のシャーシはもはや限界です。が、車体部分は依然双肩、あと何年も使えそうです。はあ、
ですよ。レールロードと車両とが一対であるとの先入観、それは脚下車までにも及び、視野を狭め続けてきました。このように、このように単純かつ効果的であること、しかし我々は行ってはきませんでした。レイナ、思うんです。レイナがもし壊れちゃっても、レイナの部品が誰かの役に立つなら、すごく嬉しいなって。その思いを私も同じく抱いています。そして全ての廃車両たちも同様であると信じます。つまり端的に言い直すなら、他の廃客車とのパッチワークで状態の良い客車を一つ作り出そうということですか？その通りです。パッチワーク言うて、その元となる車両はどこからどう入手すっとよ？車両移送に大金がかかりよるけん、鉄道債を発行したんじゃなかと。それは複数両をまとめての移送で大幅なコストダウンを図ろうという計画です。複数両をまとめてってよ、お人よ鉄道にはそげんと大化車両の必要。廃車両のパッチワークによる再生、それを一つの新産業にできるのではないかと思ってます。そうか、確かに。この案、枕ねえか？違うかとよ。車両再生言うんはよ、ドギャン技術の集積と？種として鉄鋼と木工と塗装とですね。偽装部分には難燃性の布やガラス、樹脂、照明なども。鉄鋼と木工のごつ、お人よで賄える技術ばい。市長ドギャンと孫事業ば回せる見通しばもっちゅんかね。私が市長とお人よ鉄道社長とを兼務したままでは、これ以上の事業拡大は不可能だと判断しました。あの背伸びをするな、ボーレットのようにやろうと思うな。そのままのお前でいい。僕はそうあることを望んでいる。看板作成などでご縁をいただいた方にも、はじめましての方にも自己紹介させていただきます。私、右田響です。右田一酒造元の末娘で、お人よ鉄道株式会社の車両部長で、見習い機関助手で。それで私、本社木崎先輩の熊本銀行お人よし店長の後輩、親しくしていただいている後輩でもあります。お人よの衰退を見たくない、発展をしてほしい気持ち、私にももちろんすごくあります。だから私、木崎先輩のやってることもわかりますけど、わかる気持ちより強く守りたいって思います。球磨川の水がもしも汚れてしまったら、失われてしまったものは取り返せないって思います。だから環境を守るため、
エアクラ工場誘致なしでもお人湯の経済に必ず復活してほしくって。そのために客車を回収して売る事業、ボーレットさんに成功させてほしいってすごく思ってて。それで私、今はまだ力不足ですけど、政治のこと全然勉強足りてないって分かってますけど、それでもボーレットさんを助けるために、私の好きなお人よを守るために、私市長選に立候補したいって思ってます。ですので、どうか皆さん力を貸してください。もちろんです、レイナ、力を貸しますよ。よくやった、響きらしい言葉だった。ならよかった。で、市長、いや社長、具体的に廃車両の手配の目処なんぞは？それに関しては資料を用意してあります。おお、大げさだな、響きは。死ぬほどの熱ではあるまい。8度、38度まい。私、普段の体温ば低かけんね。38度はだいたい他の人の40度くらいとよ。そうかそうか、ならほれ、おとなしく寝ておけ寝ておけ。タオルを変えるぞ。そう簡単には下がってくれぬか。しかし、知恵熱を出すとはな。だって、緊張しちゃったけん。そうだな。響きは緊張に負けず、よく頑張った。今は、そうして緩むがいいさ。僕らの他には、誰もいないのだからな。兄さん、そろそろ会見の時間なのでは？おっと、そうだったな。兄さん、私立てますよ。無理をするな。体を冷やしてこじらせでもしたらどうする？ああ。わ、会見にお集まりいただき、ありがとうございます。本日の会見の主題は、私、ヒナイ・ポーレットの市長職辞任についてです。辞令は明らかに失敗だったと認識しています。ですので、市長職と鉄道業の兼務の限界と判断しました。以上をもって、私の辞任表明といたします。熊本新報、市川です。兼務の限界とのことですが、市長を続け、他を辞めるのが公選された者の義務では？市長に公選された者の義務は、市に尽くすことです。ですので私は、そのために最善の人事を考慮しました。
さん、すごいですよね。なんていうのか、演説とか応対とか、とても流暢で。それはそうだろう。ボレットは、政治と鉄道、その両方に等しく努力を重ねてきたのだ。仮にポーレットが絵を描いたとて、響の足元にも及ばんだろう。その逆も、またしかりだ。うん。けど、私、政治のこと、ちゃんとやりたいって思うから。なのに私、ポーレットさんどころか、八六とレイナちゃんより。八六とレイナには、接客を重ね続けてきた時間がある。故に、どうすれば注目を引けるのか知っているのだろう。私は、そんなこと知らないし。もちろん、勉強するつもりですけど、投票日すぐに来ちゃうし、時間、絶対足りないし。バカか、響は。私、そこまでバカですか？デコピンの加減については、僕の方がバカだったな。もう、何やってるんですか、兄さん。響き。知恵熱ではなかったのか？風邪を併発してしまったか？むせただけです。いや、しかし、あの、兄さん、それなら薬、私に塗っていただけますか？薬か、任せておけ。ん？塗る？はい、なら、薬箱の奥の方にあると思いますから。ああ、これだな。おお、随分と冷えるものだな。これは、熱冷ましに良さそうだ。あの、それ、ん？も、あ、背中、やっぱり、背中に塗ってもらえますか？いいぞ、背中を向けろ。はい、兄さん、お願いします。経験不足を補える、それだけの力を彼女は持っているはずです。なあ、響き、さっきの話の続きだが。はい、兄さん。ポーレットも八六もレイナもマクラネーも僕もお前の味方で、ブレーンでありスタッフだ。はい。僕らにできることならば、僕らにさせればいいだけだ。みんなの長所を残らず身につける必要などない。でしたら、兄さん。私は何を、みんなのために私には何ができるんですか？ああ。
お前の言葉にはまだ重みとなるほどの積み重ねがない。故に今はおそらく近く狭くにしか響かない。うん。けれどお前には言葉にはならぬ積み重ねがある。お前の瞳は誰より多くお人よの綺麗を見つめてきた。あ。うん。その通りだ。絵を描け、響き。お前の描く、お前の夢見るお人よの街の未来像。